にちは、タコちゃんズのタコミです。本日は自作自掛けの最も基本となる針に糸を結ぶ方法についてご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは外掛け結びという結び方と漁師結びという結び方の2種類です。針はこちらの2種類を準備しました。片方が貫付きと呼ばれている根元に輪っかがついている針で、もう片方が平打ちの針です。こちらの平打ちの針については外掛け結びで、貫付きについては漁師結びで結んでいきたいと思います。ちょっと見やすいように今回はだいぶ大きめの針を準備しました。それではまずはじめに外掛け結びからやっていきたいと思います。外掛け結びについては最もベーシックな結び方であり、いろんな針に対して使うことができます。貫付きでも平打ちでも結べるというのもメリットの一つですね。それでは早速いってみます。今回は分かりやすいように針を固定した状態で結んでいきます。本来では針に結ぶのはナイロンラインが多いんですけれども、ちょっと結び方が見やすいように今回は色付きの P ラインを使っていきたいと思います。こちらですね、ちょっと分かりやすいように適当な長さで切っちゃいます。ではこちらが針に結ぶナイロンラインだと思ってください。まずはじめに糸を針に沿うように持ちます。そして先端を針の先端側から根元側に向けて折り返します。このような形ですね。針に沿って二重で持つ形になります。そして本線を針の柄に沿わせた状態で、先端を持って針の根元と本線を巻き込むようにしてこうぐるぐるっと巻いていきます。こんな感じですね。だいたい5回から6回ほど巻きます。1 2 3 4 5、はい、こんな感じで巻きます。で、この時に巻いているこの糸のぐるぐるっとなるところが重ならないように気をつけてください。これ重なってしまうとこの先からスポッて抜けちゃったり、うまく締まらない原因になりますので、必ず重ならないように、隙間が空いてるのは問題ありません、後で締めちゃうんで、重ならないようにこのようにぐるっとやってください。で、そうしましたらこちらの本線が針の内側、こっち側ですね、内側から出ていることを確認して、この先端、ぐるぐるっと巻きつけた先端を最初に折り返した時にできたこの輪っかの中に入れます。こんな感じですね、入れます。本線でこの先端の輪っかの中に入れます。そしたらゆっくりと本線とこの先端を引っ張ります。そして根元まで来たらグッと締め込みます。グッと、こんな感じですね、はい、でこの締め込んだ時にやはり最後に本線が針の内側から出ているように注意してください。こんな形ですね、はい、これで外掛け結びは完成になります。完成図としてはこのようになります。見えますでしょうか。針の内側から糸が出ていて、結び目はこのような形ですね。内側はこんな感じです。こちらが外掛け結びの結び方になります。強度も十分でとても簡単な結び方です。細い糸でも、まあ、太い糸もある程度の太さであれば結べるので、一番よく使う結び方かなと思います。タコジャンズは、まあ、よっぽど大きな針でなければこちらの外掛け結びを使います。続きまして漁師結びについてやっていきたいと思います。それではこちらの貫付き針を使って漁師結びに挑戦していきます。漁師結びは主に太い糸と大きい針に結ぶときに使う結び方になります。ちょっと最終的な出来上がりがややこちらの外掛け結びよりも大きくなってしまうので、あまり小さい針には向かないかなと思うんですけれども、大物狙いの時なんかで糸が太くてしっかり結べない時なんかは使います。こちらの外掛け結びはちょっと糸が太いと締め込みが甘くなってしまう可能性があります。なのでこちらからスポッとすっぽ
可能性があるので、そういう場合は外両紙結びを使います。まず同じようにこちらも針を固定します。両紙結びではまずはじめに糸を折り返して二重にして持ちます。そしてこの二重にした糸を針の輪っかの中に通します。ちょっとナイロンラインでしなやかなんで通しづらいですが、まあ取りましたね。はい、こんな感じです。通しましたらこれを一回折り返してこう二重になるように糸を持ちます。そしてこの先端ですね、一番先端の糸でこの本線と折り返した二重の部分をぐるぐるっと巻いていきます。4回巻いていきます。1、2、3、4、はい、こんな感じですね。こんな感じで折り返した糸と本線を巻き込むように巻いていきます。そして最後に先端をこの最初にできた輪っかに通します。はい、取りました。そうしましたらゆっくりと本線を縛って締め込んでいきます。いいよ。これで完成です。さあ、じゃあちょっと外してみましょう。これが完成図です。こんなような結び目になります。ちょっと外掛け結びと比較してみましょう。このような形ですね。外掛け結びは針の内側に結び目が来ているので、この先端出ている部分には結び目ができません。一方で両紙結びはこのような形で缶の上に結び目が来ることになります。どちらも結び方としてはとても簡単で十分な強度を出すことができます。こんな感じですね。大物狙いで糸が太いときはこちら、まあ、それ以外のオールマイティに使えるのがこちらになります。以上が外掛け結びと両紙結びの結び方になります。本日の動画はここまでになります。この動画を見ていいなと思ってくださった方は、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、タコちゃんズでした。ありがとうございました。